はい、こんにちは。今回はウエスタンアームズのマグナブローバックボブチャウシリーズのバリエーション、キムチャウご紹介したいと思います。2006年頃に購入したモデルですね。まあ、正直言って私これもちろん予約して買ったと思うんですけれども、まあ、ちょっと中途半端なボブチャウだよねって思ったのが、当時の正直なところでした。はい、まずボブチャウの特徴であるね、このグリップのね削り込みなんかもないし、で、このメルトダウンっていうんですかね、この滑らかにしてあるのはまあボブチャウ通りなんですけれども、なんかいろんなところにこうボブチャウみたいなねキムチャウみたいなね、でキムチャウっていう名前の素性はすいません、私よくわかりませんのでその辺は、ご容赦ください。はい、箱はですね、この世代ですね。2006年頃の箱でございます。はい、横見てこんな感じですね。ほら、キムチャウって書いてあるんですけどね。まあ、ボブさんじゃなくてキムさんなのかいみたいなね。はい、あんまり語るのはよしましょう。知らないことは知りませんで通しちゃうと。で、内容物はね、もうこの時代ですよね。これでわかるね。いつも言う通りね。わかりますね。このね、ペロンペロンのやつですね。それと、レンチと、計画。これはトリガーガードにね、縛り付けてありましたね。と、玉と。で、これがね、ベルトクリップをね、保護するためのものですね。で、ベルトクリップはノーマルのボブチャウの場合はこうスチールでね、錆びそうなんで、いつもこうオイルとか塗ってるんですけど、これはメッキされてるんでね、その辺はちょっと安心かなって感じですね。実際本当にベルトに刺してみようと思わせるような安心感ありますね。はい。で、取扱説明書は共用ですね。はい、このね、ウエスタンアームズの、ガバメントシリーズのね、共用の、マニュアルに対して、差分がね、ついてきますね。ほら、ここがね、ボブチャウ 1.5 の変形ってことか。1.5 は以前お見せしたと思うんですけどもね、それのバリエーションって形になるんですかね。はい。と、まあ、あとターゲットとその他もろもろでいつもの通りのものです。はい。で、試射結果は後ほどゆっくりご覧に入れます。早速作動、どんな雰囲気だか。もちろんね、買った時のままなんですけれどもね、妙にリコイルが強く感じるのはなぜでしょうかということですね。暴れるんですよ。これが試射結果にもちょっと影響してくるかなということですね。しっかり打ってれば弾が出てからリコイルが来るんで大丈夫だと思うんですけれども、連射するときにはバンと1回打った時のね、その何て言うんですかね、余韻が残ってますんでね、関係ないということはないですね。セーフティーはアンビセーフティーですね。ちょっと引っかかりが感じられます。私の答えはちょっとだけですね。はい。で、後ろから見ると、まあ、こういう感じと。はい。で、スライドのガタつきはこのぐらいですね。カタ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 と。はい。マガジンは、もう女子リップの時代ですね。2006年頃ですからね。で、バルブと。はい。ね、この辺もね、ある程度メルトダウンされていますね。うん、確かにこの辺はもう本当にここを触ってて何も引っかからないっていうのはあれですね。いっそのことサイト、まあ、まあその辺はまあ私が決めることじゃない、こういうもんだったんでしょうからね。ドシン、すごいなんかドシンってくるんですよ。どうですか、マズルの雰囲気を見ていただいて、ドーンってくるのね。はい。ホールドオープンするとこういう形になります。かなりねかっこいいですね、ホールドオープン姿っていうのは、ね、いつ見てもね。まあね、マガジンを抜いてね、ホールドオープンさせておくっていうのはオートマティックの場合ね、一番安全ということで。で、前にも申したように、私の場合、お家で遊ぶときもね、もう銃口はもう自分の方にこう向けちゃいますね。はい。その方がね、絶対安心ですんでね。じゃあちょっと試射をしてみましょう。試射っていうか、初速測定ですね。
私ねこれそそくそくてしたことないんだなっていうか、まあほとんどしてないです。うちのやつはあのお店でちゃんとしたところから、お店っていうかちゃんとしたメーカーさんから買ったやつはね、もう今時超えてるやつはないだろうと思ってね、一丁一丁全部チェックすることはねできませんのでね。2006年の規制の時に、法改正の時にもう全部やりましたね。あの頃はあの、紙のね、あのなんて言いましたっけ、あの断速計っていうんですか、名刺をバーッと挟むやつとかも使ったりしてね。それから2010年頃かな、こういった系統のやつを少し買うようになって測るようになりましたけれどもね。行ってみます。おお、結構あるな。やっぱりなんかこいつ勢いあるのかな。ウエストアームズにしてはなかなかのハイパワーなボブチャウですね。あ、ごめんなさい、キムチャウですね。このぐらいですね。もう一発ぐらいやってみますか。うん、やっぱり70.6 ぐらいですかね、ジュールぐらいと。結構だからウエストアームズにしちゃ元気いっぱいという感じですね。ちょっとマガジンストップはね、あぶね、中途半端にかかってるね。こんな感じでちょっとね手で押さえて打たさせていただきました。で、試射結果なんですけれども、2006年の10月に打ったのがこれです。で、8メートル、8メートルの距離で、そうですね、まあこのぐらいに集まる、8センチぐらいに集まるっていう感じですね。非常に良好な、結果だと思います。はいね。で、今日ね久々にあの打ってみたんですけれども、5メートルから打ちましてね、このぐらいですね。で、これがねさっき言った例の銃が暴れてね、なんかねいった感じですね。で、狙ったのはこの辺狙ったんですけれども、まあ、下に下がってると。要はですね、サイトの調整を私がしてないんでね、はい、面倒なんでね、あの狙うとこ変えてやっちゃうんですよ。で、2枚目でこのぐらいまで収まりましたんで、で5メートルでまあこのぐらいの結果と。ウエスタンハムズの9大点よりこう流れを見てるとちょっといいかなって感じですね。で、さらに8年前のこれはもう事実として残ってるんで、8年前じゃない、14年前のやつはまあこのぐらいに収まったというのが、記録として残っているんで、これ考えるとですね、なかなかの実射性能なのかなと思います。パワーがなんかね感じられるんですよ。これさっきも打っててね、ガシャンというか、まあ、パカンパカンという感じで、まあね、ドンって、ほらこの暴れ具合を、ガスがだんだんなくなってきた香りがしますね。はい。で、ここのところねちょっとアピールさせてもらってるんですけれども、まあ、このゴーグルですね、ガス風呂の場合は私も必ず家の中でも誰もいなくてもつけるようにしています。はい。やっぱりね、何がパーツ飛んでくるか分かんないっていうこととね、長弾、それがね、目に当たったりしたらね、せっかくの趣味が台無しになってしまいますからね。やっぱり安全に遊ぶっていうのは非常に大事ですよね。はい。で、残念ながら腕玉か、これはつくのか、つきましたね。前にもやったかな、多分。お、これなんか新しい、兵器的にね、ここでなんかピーとかね、ここからレーザーが出るとかね、まあ無理でしょうね。はい。まあ、これは基本的にはどういうコンセプトで、やっぱりコンバットシューティングとかああいうもののために作られたんですかね。残念ながらね、日本でのモデルガンとかね、エアガンの場合っていうのはね、構造上この重心が分離できるタイプはね、樹脂でしかね、なんていうんですかね、触れませんからね。まあ仮に金属モデルガンが OK だったとしてもね、実銃のようにね、ステンレスになったりね、スカンジウムになったりはしないと思います。できないはずなんですけれども、ただちょっとね、どういう肌触りというかね、材質感の違いっていうのは残念ながらね、これは日本の国内の、モデルガンである以上しょうがないなというところですね。気になってるのがね、これグリップは何なんだろう。材質はちょっとこれだけ判明させましょうか。おかしなこと言っちゃうといけませんのでね、
最近ほら、あの積層木材っていうんですか、なんかプラスチックっぽく見えるね木製が結構ありますんでね。よしよしよし。うわ、ネジ、ネジっていうかスクリュー、贅沢ですね。これステンレスでしょ多分。あ、木ですねこれ。私樹脂プラグリだとね14年間思ってました。なんだ安いチャウだなと思ってたら、うわちょっとここら辺が異常な色が、サビじゃないですね、樹脂から、樹脂っていうかグリップから出てるなんか色ですね。ちょっと拭いてあげようかな。こんな感じになってるんですね。まあ皆さんもお持ちの方はご存知だと思うんですけども、中にはねお持ちじゃない方もいらっしゃるかもしれないんでね、こういうものがね、こんなペランペランのものがついてるんですね。グリップ、ベルトクリップか。お、ちょ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 、あ、この間もついこの間お見せしたあれは、あの真鍮のね輪っかでしたね。これはね、これは金属なのか。あ、これは金属だな。ね、着色されてますね、ちゃんとね。で、これをつけてやって、もう一回拭き拭きして。失礼しました。ちゃんと木製ですね。ということは、ここボロですね、多分この時期だとね。間違ってたらごめんなさいね。あんまり興味ないんで。だってなんかなんとかって木製材質言われても、その木がどうしたのみたいな感じでよくわからないの多いじゃないですか。子供の時だってウォールナットとか言われても、今だったらわかりますけど、ローズウッドとか言われても、あの頃はローズウッドってまさかあのバラのローズの親戚なのみたいな感じでね。小学校の時の英語力なんてそんなもんですよね。はい、ということで、これはね木製グリップでしたね、ちゃんとね。だったらむしろ変にこう削ってなくて、まあ、この状態もありかなって気がしています。他にも転用できますもんね、はい。おー、なかなか皆さんにご紹介させていただいたおかげで、今日なんかすごく自分の持っているモデルの付加価値が上がりました。本当にこれ樹脂だと思ってました。まさか木製グリップだったとは。非常にお得な感じのキムチャウ。私多分動画中にボブチャウボブチャウって言ってたと思いますけれども、あのボブチャウのバリエーションっていうんですかね、ボブチャウの親戚っていうんですかね、キムチャウですんでね、今日はね、はい、ウェストアームズのね、2006年頃に私が購入したね、キムチャウご紹介させていただきました。ではまた。